はーい、おはようございます。沖縄、おばばでございます。はい、えー、今日も暑いですね。お盆なんですけど、なんか関東にはね、あのー、台風が来ているそうなので、えー、お墓参りとかもね、えー、台風の 通ってる最中はあ気をつけて行かないようにしてくださいね。はい、えー、やっぱりね。あのー、ご先祖様はねえー、供養しに行ってね、えー、何かあって自分が供養されちゃったら今度大,大変ですから、これは供養する人いなくなります。からはいえー、まあ、そういうことでございます。なのでえーあのー、台風。 通過中はねえ、くれぐれも、あのー、外なんかにね、無理して行かれないようにお願いいたします。はい。えー、それからですね、ちょっと気になる、あのー、コメントがございまして、世の中こういう人がいるんだなと思いました。っていうのはね、昨日、あのー、私、デンマークですね、デンのマークですね。デンマークの18歳ですね、18歳以下のね、えー、お子ちゃまたちがね、あれですね、 あれ、禁止になったって。はい。9月1日から禁止になります。はい。よかったですね。って言ったんですよ。はい。よかったですね。って。はい。えー、やっぱりね、どの国の子供でも、子供が助かるって非常にいいことだと思いませんかはい。 よかったですねって。でもね、うち、あの、日本の国はね、逆方向行ってますよね、みたいな動画を上げたんですけど、そのことについてね、日本の子供はね、えー、まあ、あれでね、苦しんでる子がいるのにね、なんでこんなこと言うんだ、何事だ、みたいなこと言うんですけど、その人すっごい心が狭いと思います。はい。えー、おかしいです、ちょっと考え方が。 なんで、えー、どこの子供でもね、どこの国の子供でもお、やらずに、なんていうの、食べずに済むものをね、えー、食べなか、食べ、食べないようになったっていうのは、喜ぶべきことだと思いますよ、私は。はい。えー、ね、向こう側もね、えー、多分がっかりしてると思います、それは。はい。 えー、そういうね、向こう側ががっかりするようなことをね、何事だなんて書く人がいるんだなと思ってね、びっくりしました。はい。えー、そんなにね、他の子供、国のね、お子様たちがね、えー、食べないことが嫌なんでしょうか。おかしいです、この思想。私ね、本当にね、あのー、日本人のね、何がおかしいかってこういう思想なんですよ。はい。 えー、わかりますあのー、自分だけ嫌な思いのをするのは嫌だ。他の人も、えー、嫌な思いをしてくれ、みたいなね。そういう思想大っ嫌いです。いわゆるあのー、なんていうのかな。ああ、な、もともとね、もともと、お、ぬっぽの場合は親が悪いんです。はっきり言います。親がい悪いんです。はい。親が悪いのに、 ね、そういうふうに言う人間何ですかそれはいもう少し自分を考えましょうそんなに心の狭い人間なんですかあなたは、はいえー、いわゆるね、えー、他のね、えー、お国のねお子様がね食べなくてよくなったよかったねって喜んであげられないかわいそうな人なんだろうなと思います私本当にね日本人のこういうところ嫌いですはいえー、いわゆるあれですね あのー、特攻体思想というかね、そういうもの大嫌いです。はい。自分は自分、人は人、そして人がね、いいことっていうか、人がね、えー、何かね、いいことがあったら、一緒に喜んであげる。それが人なんじゃないんでしょうか。自分が、なんていうのかな、自分のところがね、その、おかしいからって言って、 人までね、おかしくなくちゃいけないっていう思想は非常におかしいです。はい。え、他の国のね、えー、方がね、いいことがあったら良かったねって言ってあげられる。それが本当の人間なんじゃないんでしょうか。こういう人たち本当にね、なんかおかしいですね。どうかしてます。はい。もうちょっと、あのー、目をね、 他の観点から見るようにした方がいいです。えー、自分が不幸なんだから他人も不幸じゃなくちゃいけないなんていうのはありません。はい。わかりますでしょうかそういうことなんですよ。公平なんです。ある意味、えー。その人、その人の個人個人がね、蒔いた種を刈り取るようになってます。なので、非常に今大きな悪いことをしている人は、まだ時がき来ていないだけでね、 そのうちね、悪いことを刈り取ることになります。いいことに、いいことを行いましょう。良い行いをしましょう。そしてね、えー、他の人がね、えー、いいことがあったら、素直にね、それを喜んであげられるようなね、そういった豊かな人間性を培いましょう。わかりますでしょうかすごいね、朝からお説教臭いね、動画あげてしまいましたけど、私はそう思います。 他の人のね成功とか他の人が良かったこととか他の人がね悪い目に遭わなくて済んだっていうことをね、えー、喜んであげられるような心のね優しい広い人間になりましょうねはい、えー、これからね私次の時代を作っていく人たちはそういう人たちだと思ってますまあ何かを妬んだりとか自分が不,不幸だと言ってね 不幸だからといってね、他の人もね、不幸じゃなくちゃいけないなんて考えの人は、多分今後ね、えー、新しい事態にはそぐわないと思っております。はい。えー、朝の配信すいません、お説教じみて。はい。そういうことでございます。まあそういったコメントがありましたのでね。はい。あのー、よく考えてください。人の幸せをね、一緒に喜んであげられるようなね、そういう人間になってください。 自分のところが不幸か不幸じゃないかはもう関係ないんです。えー、これがね、できる人はね、もしかしたら、昔の日本人はできたんですけど、今の日本人は少ないでしょうね。そういう教育をされちゃってますからね。はい。まあ、そういうことですね。悲しいことだと思います。はい、えー。忘れていたね、優しさとか思いやりを取り戻しましょう。はい。 それでは皆さん、今日もね、えー、元気に、えー、一日をね、過ごしていきましょう。ありがとうございます。沖縄おばばでした。